皆さん、こんにちは、レッドです。今回ですね、本日ついに発売されました、こちらの雑誌、このライトノベルがすごい2022、通称コーナーですね、こちらラノベガイドの決定版、そして今最も熱く旬なライトノベルを決める企画ということで、楽しみに、ね、待った方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回ですね、こちらの企画の全部もランキングですね、一挙に紹介していく動画を撮っていきたいと思います。全部もね、まず何があるかってね、気になる方もいらっしゃると思うんですけど、本当にいろんな部門ありまして、まず文庫部門、そして単行本、ノベル部門、あと新作部門、あとキャラクターの女性も男性もイラストレーター部門って本当にいろいろあるんですけど、キャラクター部門とイラストレーター部門に関しては今回ランキングトップ5まで、あとはですね、文庫部門、単行本、ノベル部門、新作部門に関してはランキングトップ10上位10作品までですね、一気に紹介していきたいなと思います。で、僕自身ですね、アニメとか漫画ってめちゃくちゃ見てるんですけど、実はラノベってもう初心者みたいな感じでして、昨年ぐらいから2に読み始めたんですね。で、今年でも30冊ぐらい読んだかなっていう人間で、まあ、正直やっぱたくさん読んでる方からしたらそんだけみたいな感じかもしれないですけど、やっぱすごいね、こちらのね、このラノめちゃくちゃ楽しみに待ってましたし、僕が読んだ中でも一押しだった、あ、これ面白かったってさっきもランクインしてね、楽しめました。で、またですね、ラノベ全然読んだことないよとかもね、アニメ化された作品とかも多数ランクインしてますので、そういう面でもね、楽しめるんじゃないかなというところです。で、今回の動画は特に普段あんまラノベ読んだことない方ですね、この動画をきっかけとしてぜひですね、ラノベ手に取っていただけたらなというのをすごい思っておりますので、早速ですね、まず文庫本のランキングトップ10から紹介していきたいと思います。ではまず文庫本の第10位です。第10位、バレットコード、ファイアウォールというね、こちら僕実は読んだことないんですけど、VR 世界で高校生たちは仕組まれた本物の戦争を体験するよね。こちらキャラクター全体とかね、非常に表紙とか見る限りも良さそうですし、いや、これね、面白そうですね。どうなんだろう。期間2巻がまだ派手だばっかりですけどね、期待の作品なんじゃないかなというところです。では次、第9位です。第9位。ロシデレ来ました。時々ボソッとロシア語で出る隣のアレさん。これ僕読んでます。最後ね。甘いラブコメですね。もうキャラのね、もうこれ表紙見ていただいたら分かるんですけど、もう、アーレちゃんというか、キャラもめちゃくちゃ可愛いですし、まあ、そのね、キャラクターの魅力あったり、今、ラブコメとして、ヒロインがロシア語を喋って、主人公がね、なんか、ヒロインロシア語で出れるんですよ。で、主人公はなんかロシア語全部理解できるみたいな、謎のハイスペックを持ってまして、なんかそういう感じのラブコメなんですけど、すごいいいですね。で、アニメしたら絶対入るだろう。アニメ化やったらめちゃくちゃいい作品なんじゃないかなって、すごいね、思ってるんで、アニメ化もめちゃくちゃ期待してますけど、本当は超売れてるらしいので、まあ、それでね、僕もこんな売れてるんだ、じゃあおもろいのかみたいな感じで買ったんですけど、いや、これはね、おすすめだし、ぜひね、アニメ化してほしい、待ってますというところです。では次、第8位です。第8位、探偵はもう死んでいるという、探もしてるね、アニメね、いろいろありまして、僕自身今毎週感想動画を上げさせていただくという、まあ、非常に思い入れの強い作品ではあったんですけども、やっぱいかんせん、まあ、いろいろ賛否も激しくってですね。まあ、でも原作の売り上げめちゃくちゃ伸びまして、まあ、だからこそこういう順位なんで、ロシデレの9位って低くないですか？よく考えたら。ロシデレの9位ってエグいなと思ったんですけど、タンモシ8位というか、でもこれはさすがという順位なのか、まあ、むしろ低いような気持ちできますけどね。もうシエスタちゃんの可愛さも異常ですけど、やっぱね、アニメより原作の出来の方がいいっていう方もたくさんいらっしゃいますんでね。アニメで気になったらぜひね、原作も手に取ってみてください。では次、第7位です。第7位。義マイ生活とか、これ僕めっちゃ気になってるんですけど、読めてないですよね。陰キャ男子とギャル JK、そんな二人が兄弟になって一緒に暮らしたら、ということで、これ設定がしてめっちゃ面白いじゃないですかね。なんか意外となんか僕コメントとか見てるからいろいろ賛否とか見たんですけど、どうなんですかね。面白そうですけどね。これアニメ化とかでぜひ見たいなっていうのをすごい思ってますけどね。はい。では次、第6位です。第6位。お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた剣という子ですね。こちらめちゃくちゃ売れてますよね。これ僕実は読めてないですけど、ま、週刊ラノベ売り上げとか僕ね、普通になんかオリコンランキングとかよく見るんですけど、これ毎回上位でめっちゃ売れてるなと思って見てます。誰かを好きという気持ちは、各も簡単に人を変えると、二人の甘々な恋物なり、ラブコメですよね。ラブコメ人気やな、それにしても。いや、これ気になりますね。これ多分こんだけ人気のアニメ化も来ると、原作もかなり売れてるんでね、来ると思いますね。楽しみましたいなというところです。では、ここはトップ5入っていきます。第5位です。第5位。プロペラオペラという子ですね。こちら、決戦に挑むイザヤとクロと、激戦の空戦オペラ、ついに決着。5巻でね、完結を迎えたみたいですけど、人気作ですよね。こちら前回も、去年もランクイン9位に入ってまして、今回5位でランキング上げてるっていう作品ですけれどもね。まあもう、5巻で完結っても結構早いというかね、人気作って結構ラノベ続くようなイメージありますから、まあ、コンパクトにしっかりまとまってるのかなって印象を受けますね、読んでない人としては。まあちょっと今からアニメ化ってのはきついかもしれないですけど、機会があればぜひ読んでみたいし、読んでればぜひ感想をいただけたらというところです。
では次第4位です。第4位、ミモザの告白。これ僕初めて聞きましたね。これその告白が世界を変える、政治人の葛藤を追いかけた青春物語でよね、まあ、かなりなんか今風な設定の感じを受けますけどね。ラノベでこういう設定のもあるんだっていうのなんか思いましたけど、おー、いやこれはね、なんか何かしら、まあ、期間一巻で、まあ、出たばっかで4位ってなんかすごいですけどね。あのなんかかなり押されてる作品なのかもしれないですけど、まあ、あの今後もね、なんかそのメディアミックスとかも楽しみに待っていきたいなというところですね。はい、ではここがトップ3入っていきます。第3位です。第3位、妖術来ました。ようこそ実力至上主義の教室へ、というこれ去年も3位かな、2年連続3位、もっと3位かもしれないですけど3位というかね、まあ、妖術はもう本当に面白いというゲームもたくさん来ますし、あの原作のゲームも非常にね、多くてですね、さすがだなというので、僕自身実は読めてないので毎回驚かれるんですけど、お前読んでたの、妖術ってね、買いました。ついに1巻は買ってて、もう目の前に置いてあるんですけど、やめてないんですわ、これが。もう来年のね、このラノを紹介する動画では、妖術やばいっすねとかね、妖術最初もね、何かしらコメントをできる状態にはしたいなというか、読んでね、ハマりたいなというところですね。はい。では、第2位です。第2位。春夏秋冬大行者というね、こちらバイオレットエヴァーガーデン作者暁かな先生の新作というこうですね。まあ、こちら、まあ、恋愛も、まあ、ラブコメというかね、恋愛要素もありつつ、まあ、四季の代行者、まあ、4つの季節の代行者と、まあ、その護衛官、まあ、計8人が織りなす幻想的な恋物語という子ですね。またこれ多分初めてラノベでこれ読もうとしたら結構きついぐらい、めちゃくちゃ分量ありまして、これで1000ページぐらいですね、上下巻とかに分かれてて。なので、まあ、結構ラノベ読み慣れてる方が読むのがいいんじゃないかなと思いましたけど、やっぱ話としては非常にやっぱさすがバイバン作者だなっていう感じでめちゃくちゃ泣けましたし、うん、これアニメにしたらめちゃくちゃ早いんだろうなっていうのも思いましたんでね、うん、なんかラノベで読むとちょっとなんかなんて言うんだろうな、しっかり入り込みきれない部分もあったので、まあぜひね、ちょっとアニメとか映画で見たいなっていうのすごいね思いますね。京都アニメーションさん待ってますということで、いやでも素晴らしいですね、泣けるなってことで。ではいよいよ第1位発表していきます。第1位、チラムネ来ました。千歳くんはラムネ瓶の中1位、2年連続1位おめでとうございます。というかね、チラムネとか言ってますけど実は読んでないと買ったんですよ。これも去年ね、この名の雑誌読みで1位となってて、これは買うっきゃねえぞって言って買って読めてないってどういうことなんですかね。まあ、これは多分アニメが来ると思いますね。まあアニメを待つのもいいかなと思いますけど、まあひとまず僕は原作買ってるんで読みますよ。はい。これ結構ね、なんか設定が珍しくて、主人公はリア充なんですね。文武両道の爽やかイケメン、友達思いで、細かい気遣いを欠かさず問題事があれば率先して駆けつけて解決する、そんなみんなのヒーローというこうね、もうなんか珍しい感じのラブコメ、ラブコメ本当に人気だったなと思うんですけどね。まあこれは原作も売り上げ良かったと思いますし、まあ、アニメ化もね、まあ決まるもう寸前なんじゃないかなって正直思ってますけど、原作ね、僕は早く一回読んで、まあ、感想ね、生放送でも話したなというところです。ということで、文庫本でランキングトップ10は以上となりますということで、続いてですね、単行本、ノベル図本のランキングトップ10ということで、まず10位からということで、第15位ですね、僕は再生数、僕は死というね、高級勝負に遭うべく再生数を稼げ、バッピ肉青年を VR 空間で戦えるなんか癖が強そうなね感じの気がしてる。もうなるほどなるほど、炎上動画に手を染めるという、おおなるほどなるほど、そういう作品なんですね。第10位となってます。では第9位です。第9位、魔道具師ダリアはうつむかない、今日から自由な職人ライフという子ですね。これ去年も9位だったかな、去年も9位だったみたいですね。2年連続9位ということで非常に安定してますが、生き方を変え、心がけ一つで変わる景色、自分らしく生きる女性が輝く物語となっているみたいです。では続いて第8位です。第8位。現代社会で乙女ゲームの悪役令嬢をするのはちょっと大変。悪役令嬢来ましたね。なんか悪役令嬢なんかすごい流行ってるみたいなね。ハメフラーやっぱね、すごい人気でしたから。まあそれで悪役令嬢シリーズが増えてんのかなっていう。これも悪役令嬢モードよね。悪役令嬢がバブル崩壊後の日本を再生に導く現在日本の改革物語ということで。おぉ。なるほど、ね。これまたハメフラー全然違いそうな感じですけどね。おぉ。なるほどという感じですね。悪役令嬢流行ってんなってよく聞きますけどね。8位になってます。では次第7位です。第7位。超世界転生エクゾドライブというか、なんか、すごいタイトルになってましたね。この異世界は先に攻略するのはどっちだ？異世界転生の極北がここにあるということで、なんか熱そうな感じをすごい受けましたかね。第7位というかね。
異世界転生にありがちなことを狂気化する信じがたい発想ながら、笑わせ方が決して嫌味でなく、その上架空競技モードしておひおひ真面目に面白い解説です。めっちゃ噛んで、すみません。おお、なるほど。でも面白いですね。なんかすごいインパクト強かったです。では次、第6位です。第6位。バベルというかね、これなんか CM で見たな。去年5位か。まあ、ワンランク落ちてますね。第6位というね。これ、なんか CM でよくやってましたよね、去年ぐらいに。バベル第6位という、こうね、異世界なのに言葉が通じる一つの疑問から始まる言葉の物語という、なんか、異世界の中でちょっとした疑問をなんか読み解いていく。なんでこれ異世界これできるんだみたいな、なんか読み解いていくみたいな話だと思いますけどね。おー、第6位というかね、非常にこちらも人気ですね。全4巻というかね、全4巻で完結したのかな？完結したみたいな感じにしますね。ちょっとこれ、アニメ化、もう完結してるとね、やっぱここからアニメ化ってなかなか難しいところもありますからね。でもこれも結構気になりますね。読めたら読みたい。まずは用事で読みます。はい。すいません。では続いて、第5位。第5位です。第5位。イシューラと読み方合ってるこれ。これ去年も、去年1位か。去年1位でしたね。第5位だよね、今回。シュラが、バッコする最強を決める異様の闘争、激闘の末1回戦がついに完全決着というかね。おー、1回戦がようやく終わったと。なるほど、なるほど。あ、期間後か。結構じっくり描いてるんですかね。おい。今一番熱い暴力と暴力の最強群像劇というかね、文章で、ね、こんだけ人気なんだったらアニメ化としたらめっちゃ映えそうな感じもしますけどね。もうすいません、なんかすごいアニメ化の話ばっこんってっちゃってね。はい。では次第4位です。第4位。リビルドワールドというかね、サポートがもたらす急成長を荒廃した世界で狙う一攫千金のね、去年も4位ですね。これ安定しますね、めちゃくちゃ。どの作品もね、もう去年ランクインした作品がそのままの順位っていうのは結構ありますけれどもね、こちら第4位となってます。では続いてここからトップ3やっていきます。第3位です。第3位。本好きの下克上、師匠になるためには手段を選んでいられませんということで、これももう期間27巻というかめちゃ続きますね。アニメも3期4期かなんか決まってますよね、確か。というところね、話もどんどんなんか最終局面に入ってきてるみたいなんですけどね、僕自身はアニメで追っていきたいなというところです。では次、第2位です。第2位。サイレントウィッチ、沈黙の魔女の隠し事で、魔術は最強でも日常生活は最弱、人見知り魔女が学園で護衛に挑むというね、これ表紙めっちゃ魅力的じゃないですか。これちょっと表紙買いしたくなる感じですよね。なるほど。これが第2位というかね、進行がコミュ障な魔女みたいですね。おお、いいじゃないですか。表紙買いしたんですが、内容もとても面白かったし、何よりとても読みやすかった。モニカ優香はいいということで、表紙買いしますよね、これ。皆さんも表紙買いしちゃってください。ではいよいよ第1位発表していきます。第1位の作品こちらです。第1位、佐々木とピーちゃんって言って、これマジで初めて聞いた、申し訳ない、すいません、すいませんでした。実は賢者様の、文鳥というのがピーちゃんに導かれて異世界庶民的な佐々木さんの活躍で、おお、これが1位なんだ。佐々木とピーちゃん、これ絶対抑えとかないと、1位抑えとかないとなって感じですけどね。まあ、ちなみに去年そのイシュラっていう作品が1位で、なんかすごいね、YouTuber の方評価されたっていうのを覚えてますけどね。異世界、異能力者、魔王少女、天使と悪魔、様々な勢力が入り乱れる中で、確かな存在感を話す主人公の姿は素敵ですと。おー、なるほど、そういう感じなんですね。こちら第1位となってます。ということで、続いてね、新作本のランキングトップ10紹介していきたいと思います。もうこの辺バンバンいきますね。第10位、穂積先生とマリ君と。で、次第9位、神はゲームに飢えていると。で、次第8位、ただ制服を着てるだけ。次第7位、こちらさっきの2位の作品ですね。サイレントウィッチ、沈黙の魔女の隠し事。では次第6位です。第6位、バレットコードファイアウォール。こちらあれか、さっきあれでしたね、文庫本か、文庫本は第10位の作品ですね。では次第5位です。第5位、ロシデレということですね。いやでもロシデレってなんか1位クラスですね、新作の。なんか低いな、意外と評価は、まあ、されてますけど、もちろんされてますけど、なんかもっと評価されてもいいような気がしますね。第4位、佐々木とピーちゃん、さっきの1位ですね。第3位、義妹生活。これやっぱ気になるな。これ表紙もなんか魅力的ですよね。いいな、これ。これ陰キャとか言って、本当は陰キャじゃないんだろう。とかで勝手に妄想しておきますが。第2位、ミモザの告白。これもね、気になりますね。結構時代あった感じでね。そして第1位、春夏秋冬大好評。まあ、これは納得だ。これは第1位だなっていう感じですね。はい。っていうところです。はい。では、ここからですね、続いてなんだ？キャラクター部門かな。
キャラクターも紹介していきたいと思います。第5位、やばって見えちゃう全部。キャラクター女性門ランキングトップ5ということで、まず第5位が、ローゼマインという本好きの異国情ですね。いつも全速前進、時々大暴走というね。次第4位、第4位です。軽井沢圭でこれめちゃくちゃいいんですよ、軽井沢圭ちゃんね。最強の相棒にして最高な彼女。もう、妖術のメインヒロインなんですけど、本当に僕妖術読んでないって分かった自分は。どんどんヒロイン力が増していっているように感じると。そうなんですね。もういいですね。妖術読みたくなってきました、どんどん。次は第3位、いよいよ次第3位。俺が、それが恋だとしたなら、天で雪の来ました、雪の下、雪のちゃん、俺がいるわね。アニメ本当にお世話になりました。素晴らしかったね。で、今、俺がいる悠々もね、買ってまして、一巻読めてませんが、はい、買ってます、というところで。雪の、ガハマちゃんとか、いろはせ、やっぱ雪のがやっぱ一番人気っぽいんですよね。なんか、ラノベファンの内では。なんか、その、僕はいろはせ推しです、ちなみに。もちろん雪乃も好きですよ。アニメ最終話の破壊力やばかったね。あのグイッカのタピオカに撮ってツーショットね、やばかったあれ。では次第2位です。第2位、シエスタさん。2位、ちょっと、タンモシのシエスタも可愛いと、もう今季で一番可愛いという声がね、放送時はもうね、皆さんも声を揃えて言ってましたし、ね、2位なんだ、びっくりした。なんか1位だと思ってましたね、てっきり。第2位という子ね、もうシエサダの可愛さはいろんないでしょ。なんか普段ね、クールな感じから、酔っ払ってね、メロンがやっぱりね、抜けた一面もあってね、非常にいいキャラだなというか、第2位という子で。いよいよ第1位発表していきます。第1位。シーナ・マヒルという子をね、お座り天使様いつの間にかダメ人間されていた件のヒロイン1位という子をね、おぉ、すごい人気ですね、1位なんだ。ちょっとこれやっぱ気になりますよね、こういう作品がね。おやっぱヒロインが魅力的にラブコメってどこかでも神ですからね。おぉ、お世話されたいランキングぶっちぎりの1位みたいですね。おうおうおう、はい、第1位はこのキャラということで、シーナ・マヒルちゃんって、ちょっと大人の天使様、これちょっとアニメ化ぜひしていただいて、まあ時間があればね、ちょっと原作にも手を出したなってすごい思ってます。はい、では続いてキャラクター男性モンランキングトップ5を紹介していきたいと思います。ではまず第5位です。第5位、藤宮あまねという子ね、こちら、大人の天使様いつの間にかダメ人間されていた件の主人公かな、これは。ヒロインに見合う男になるために努力する方がかっこいい、不愛想だけど紳士で優しさに溢れています。真昼に見合う男になるために努力中という子ね、やっぱ人気ですね、めちゃくちゃ人気ですねこれ。大人の天使様にね、ちょっとアニメ化待ってますよ。まあされると思いますけどね。まあ待てばされると思うんですけどね、いち早く見たいなというところです。では第4位です。第4位、フェルディナンドというね、本好きの下克上のキャラ、容姿端麗、頭脳面積、されど筋金入りの苦労人、本次の下克上もめちゃくちゃ続いてるのに、すごい人気ですね。すごいね。ヒロインも男性、女性、どっちもランクインということで、すごいなっていうところですよね。はい。ではトップ3入っていきます。第3位です。第3位。8万来ました。ユキノンと同じく3位。仲がよろしいですね。仲がよろしいですね。はい。第3位という子はね、8万くんということで。8万ってめっちゃ人気なんですよね。なんか僕ちょっとびっくりしたんですけどね。もう、8万もちろんいいキャラだと思うんですけどね。もう、ぼっちだけどその影響力は依然健在で、俺よりもね、まあ完結、まあ結衣が始まってるかなんとも言えないけれどもね。まあ、アニメも原作の方も一応完結は迎えてると思いますけど。まあやっぱね、もうなんか俺がやる、まあ八幡は不器用な感じというかね、なんかその中でなんかすごい優しさもあったりというのは、いい、すごいいいキャラですよね。第3位というか。で、第2位です。第2位。千歳作というか、チラムネの主人公というか、待って、チラムネのヒロイン入ってないのよ、よく考えたら。あれ？チラムネのヒロインどこ行っちゃった？ちょっと待って。あれ？あ、あった。チラムネのヒロインは9位、8位。あ、ちょっとトップ5に入ってるんだけど、ランキングトップ10に入ってるみたいですね。第2位ということで、これは主人公か。これがイケメンリア充くんか。おーおーおー、ちょっと原作ゲーム楽しみにしておきますよ。はい。第2位。そしていよいよ第1位発表していきます。第1位。綾小路清隆ということで、
妖術の進行、ここに来て1位というあたり、やっぱ妖術ってめちゃくちゃ人気ですね。なんか最新刊がなかなかすごい内容で、結構原作というかなんか荒れてたらしいんですけど、第1位というこうね、軽井沢ケイちゃんも第4位というさ、ちょっと、妖術はやっぱ読まんとっすね。読みます。ということで、あとはイラストレーター部門ですね。あとはとか失礼な言い方しちゃった。すみません。イラストレーター部門を紹介して以上となります。ではまず、イラストレーター部門トップ5第1位です。第5位。飛天先生と義妹生活、三角の距離は限りないゼロとね、まあ、義妹生活の表紙見た方は分かると思う。キャラクター全部めちゃくちゃ良かったですよね。なるほど、イラストレーターね、第5位、飛天先生という子です。では、第4位です。第4位。羽子と先生という子ね、いやー、大人の天使様のこの人気がもうすごいですよ、本当に。まあ、キャラ見る限り可愛いですけどね、まあ、ちょっと、差し絵とかも早く見てみたいなって、ちょっと容器になっちゃってるわ。このラウンドパワーで読むかもしれません。まあ、ラブコメ僕好きなんで、ちょっとひとまずチラムネ読むみたいな。まず、妖術を読んでチラムネ読めばいいのか、もうどの順番で読もうか迷いますね。はい。では、第3位です。第3位。シラビ先生と竜王のお仕事、86。いや、これはすごいイラストです。もう超人気イラストです。シラビ先生というかね。まあ、これはもうさすがというところですね。では、第2位です。第2位。レームズ先生というか、これでレームズって読むんだ。レームズ先生ってチラムネとかね、白百合三角語り機のね、イラストをやられてる。まあ、チラムネ見る限りめちゃくちゃええ、もう、最高ですね、これどう見てもね。第2位ということで、おめでとうございますと。そして、いよいよ第1位発表していきます。第1位。イラストレーターも第1位、友瀬俊作先生、妖術イラストレーター。妖術人気すぎんか、ちょっと。幼稚ってもう何回やってたの、今なんか2年生編みたいなやってるんでしょ、だって。すごいっすね。やっぱちょっと読みたいな、ちょっと読みたくてしょうがなくなりましたんで、今年のね、年末、正月ぐらいはもうずっと幼稚読むね、期間になるかなと分かる。まあ、ひとまず一回読んでみてね、ハマるかどうか分かりませんけど、読んでみたいなというところです。ということで、大変長い動画になりました。情報量もね、めちゃくちゃ多くて、皆さんね、多分僕も今何から読もうとか何買おうとかめちゃくちゃ思ってるんですけど、多分皆さんもね、どれ読もうみたいになってるんじゃないかと思うし、まあこれ全部読んでるって方の中にいらっしゃると思うけどね、まあそういった方になってどんなランジング方なんでしょうか、ということで、今回のコーンライトノベルがすごい2022年、2021年度版ね、紹介は以上となります。これを機にね、ぜひね、気になったら、あと概要欄もね、今回ランクインした作品全部概要欄にリンク貼っておきましたんで、気になった作品があったらぜひね、チェックしてみてください。またね、こちらの雑誌も本当にすごいです。協力者ってね、この案っていうのは、ウェブアンケートと協力者の2つの表で成り立ってて、で、協力者にね、YouTuber の方、僕の大先輩とか、ちょっと交流ある方もね、やってたりして、そういうコメントもあったり、作者さんのコメントもあったり、もちろん作品の紹介もあったり、この雑誌、めちゃくちゃね、値段、700円ぐらいだと思うんですけど、超価値ありますよ。これマジで3000円ぐらいの価値あるんじゃないかなと、もっとあるかもしれないけど。まあね、これもおすすめで、こちらも概要欄にリンク貼っておきます。で、それをそこから買うと私にちょっとだけお金が入るって、すごいね、システムになってますんで。別にお金が欲しいから単純にこれは進めたいという思いなんで、別にそこから僕にお金あげたくない方は違うとかね、買っていただければな、というのを思います。という感じで。最後もね、本当に長い動画になってしまって申し訳ないですけども、ぜひね、これを機に、ラノベ手に取っていただけたらね、何よりも嬉しいなというところです。という感じで、今回の動画は締めたいと思いますので、ここまで長々とご視聴ありがとうございました。